はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第140回でございます。で、今回テーマが地震とボランティアです。で、あと頭の片隅にでもちょっと噛んだねと奥さんへの温かいメッセージありがとうございましたという感じで喋っていきます。で、本題に入る前に今ただいまの時間がですね、日付超えまして5月1日の午前2時2時半です。はい、ちょっと諸事情でこんな時間しか撮れないんでね、声のトーンがおとなしめなんですが、元気がないわけじゃないんで、普通に聞いてもらえたらと思います。で、今回はこの前ね起こったその熊本の方の地震ですねに関してのことと、最後にお願いがちょっと入ります。なので短く済むとは思うんですけども、もしよかったらお付き合いください。で、まずは、被災された方はね、まだこういうのが聞ける状況ではないと思うんですが、今回、地震が起こってですね、自分も出身とか生まれが福岡なので、そのいとことか親戚とかいろいろ話を聞いたりとか、あとユーザーの方とかね、いろいろ話を聞いたりとかしてるんですが、やっぱり余震がすごく続いている状況なので、すごいこう不安な日々をね送ってらっしゃる方の方がやっぱ多いですよね、まだ。で、今回その東北の地震の時もそうでしたけど、自分に何ができるっていうことをすごい自問自答するんですね。で、特に東北の地震の時はこう自分生まれが3月11日なので、その東北の震災の日なんですよ。で、それもあったし、で、そっから何ができるだろうって考えて、それもきっかけといったらすごい失礼な言い方になりますけど、それもあってこの YouTube の活動に行き着いたんです。塾講師辞めて。そうで、今回その、ね、熊本の方の地震が起こって何ができるだろうって、で、やっぱ動画撮ることしかできないんですよ、結局できないんですけど、で、今回その動画を撮るっていうことと、あと自分は今したことは募金だけなんですね。で、最初ちょっと募金の話を少ししようと思うんですが、今回芸能人の方が募金とか被災地のこう話をした時にすごい叩かれていることが今問題になっていて、その名前は出さないですけど、その募金したやつをいくら募金したってやったら売名行為かよみたいな戦えたりとかするんですが、自分はすごいそれが違和感があるんですね。YouTuber の方でも何人かその募金の動画というかしましたっての上げてる方いらっしゃいましたけど、もちろん金額は伏せますが、今回熊本せあのなんだ赤十字とか通さずに熊本の方に送金する形で、自分もある程度まとまったお金を今回募金させていただいたんですが、正直そんなことしかできないんですよ。で、自分は今日これをダラダラジオで今言いましたけど、ツイッターではね、募金しましたっていうのは言ってるんですが、もちろん芸能人の方とか全然違いますよ、立場と。そんな立場ではないですけど、でも自分はもちろん売名行為をするためにやってる方もいらっしゃるかもしれないです、知らないですけど、でもそういうある程度認知されてる方がそういったことを堂々と公の場で言うことってすごく大事だと思ってて、なんでかって、例えばその芸能人の方、募金しましたって、ファンの方がそれ見て、あ、じゃあ私もしてみようって、動機はおかしいかもしれないですよ。私もって、真似かよみたいな、かもしれないですけど、でもそれで被災地にお金が入るんだったら、自分で全然いいと思うんですよね。そういった役割のはあると思うので、で、自分も本当大した人数ではないですけど、今回ツイッターでその話をした時に、あ、じゃあ私もしてきますって。で、そういう子たちが、コンビニで100円だけですけどみたいな、いやいや100円もだよね、金額とかではないと思うんですよ。だって例えば一人の方が100万円を募金した、素晴らしいことですよ、自分もそんなお金できないですけど、でも100人のか、あと100円を1万人の方がやっても同じ額が集まるわけじゃないですか。だから、自分も今回その募金したことをここで言うかちょっと迷ったんですけど、でもそれで、なんで売名、なんでいい人気取りかよって思われたらそれって構わないし、そこまでの存在なわけだから俺が。でもそれを聞いて、例えば私もちょっとしてみようかなって、ね、少しでも思ってもらえたら嬉しいなと思って、はい、今回それをね、ちょっと言わせてもらったんですけど、で、そのね、募金することと、で、あとはその動画撮ることしかできないと思ってて、動画もね、今、ちょっと奥さんの出産のことがあるんで、アップもね、ちょっとまたまばらになってますけど、で、今回そのボランティアってとことお願いのことが少し混ざるんですが、で、ボランティアに関しても、モンスターボランティアっていう言葉が今ネットで出てきましたけど、少し問題になっていて、で、去年かな、茨城県の上層の方でね、鬼怒川が氾濫したやつのボランティア、一部被災のボランティア行ったんですけど、ほとんど
99% はきっともう本当にボランティア選手で頑張ろうって役に立ちたいっていうので言ってるんですけど、いらっしゃるんですよ変な人。いらっしゃるって言い方もおかしいね。動画撮ってるんですよ、写真撮ってるんですよ被災地の。それをどう利用するかは知らないですけど、ね、SNS にアップする気なのか分かんないですけど、うん、そういう方もいらっしゃる。でそういう方がいてしまうとそれだけでもイメージが下がりますよね。ボランティア一生懸命やってる人もいるのに、うん。で今回自分はね今群馬に住んでいて、で、まあ、熊本は、まあ、距離があるのでなかなかボランティア今行けてないんですけど、でお願いがあってですね、こう東北のその震災があった後にやっぱり当たり前ですけど学校に行けないので、その時期間学力低下が問題になったんですね。そうで未だに解決されてないんですけど、それに関してはで自分はまあ動画を撮ることができないんですが、一応教えるっていうことはできるので、情報をいただきたい。でもちろん今はまだそのなんだ被災されてそんなね安定してないですし、そんな状況ではないんですけど、ある程度日数が経ってからで構わないので、例えば教育ボランティアじゃないですけどある地域でちょっと集まって教える人が欲しいみたいな話があった時にそれを教えてほしいんです自分のとこに。で本当に申し訳ないんですがそれをツイッターで教えてほしいんですね。もちろんもしくはメールで構わないです。はい、どっちでも構わないんですが、動画のコメント欄はですね今本当にたくさんの方からいただいてて全部を目を通すことが今なかなかできないので、あのツイッターであればまだあと全部のコメントを見ることはできる状況なので、あのもしよかったらそういったのありますよみたいな、でいけるかどうかはわからないです。本当にね下の奥さんの温かいメッセージって話も書きましたが、今日5月1日になりましたよね。実は4月の29、おとといが出産予定日だったんですけど、ちょっとまだ生まれてはなくって、ですが多分もう、もしかしたらこれアップしてる時に生まれてるかもしれないですし、まあここ2、3日の間に生まれるとは思うんですけど、なので、子供が生まれたばっかなのもあるし、まあ上の子もいるので、まだ子供2人いるので、パッてすぐ行けますみたいなことは言えないんですけど、でも情報が欲しいんです。行けるんなら行きたいんで。はい。もちろんそれを、得点稼ぎと思われたらそれでもいいんですけど、もちろん動画を撮るとかもしないですし、そんなことは。はい。自分ができることって、教育しかないんですよ。本当に。それしかない。他何もできない。歌うこともできないし、そう、歌で何かを届けるとか、絵で届けるとか、そんなこともできないんですよ、何も。教育しかないんで、俺には。なので、本当にどんな些細なことでも構わないんですが、おそらく今は出てこないです、まだそんな状況は。ですけど、これから先、ちょっとでも、なんか、そういうこと、だから頭の片隅に置いといてほしいんです。あ、あいつなんか言ってたな、みたいな。そう。で、それをツイッターとかで、教えていただきたいなと思って、今回このダラダラジオを撮らせてもらいました。はい。そんなこと思っちゃいけないんですけど、でもやっぱり、何もできないですよね。実際、本当に。さっき募金の話もしましたけど、現地で行って、ボランティアしてる方、もちろん被災されたご本人が一番辛いんですけど、その人に比べたら募金することなんてもう大したことないんですよ。現地でね、本当に体を使ってやってる方に比べたら何もしてないんですが、まあ自分も何かもしできることがあれば、教育しかできないんで俺は、そう、もしそういうのがあれば、この先教えてもらえたらと思いますので、ぜひご協力の方よろしくお願いします。で、下にも書きましたが、まあね、その奥さんの出産の話を前信じたので、すごいたくさんの方から奥さんに対してあったかいメッセージをいただきました。伝えられる範囲では奥さんに伝えましたので、本当にありがとうございました。なんか自分のことのようにすごい嬉しくて。そう。で、男っていうのは出産の時に何もできないんですよ、実際。もちろんちょっとやることはあるんですけど、はい、あるんですが、やっぱり痛みを伴うのは奥さんですし、命を懸けて子供を産んでくれるので、しっかり支えれるように自分も頑張りますので。はい。で、動画の更新ね、一応できる範囲ではやっていきますが、ちょっと落ち着くまでバタバタになってしまいますし、前生放送っていうね話もしたんですが、ちょっとその辺もね後々になってしまうんですけども、この YouTube の活動をこれからもね頑張っていきますので、どうぞ今後もよろしくお願いします。では今回はハイチのダラダラジオ第140回、テーマ地震とボランティアで喋らせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で次回、ダラダラジオ撮れるかどうかもちょっとまだ定かではないんですが、また撮れる時にアップしますので、もしよかったら次回の方も聞いてやってください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。